の好きな酒はランドフィルスだ。わかりました。君たちか。進路をうまく巻いたようだな。あんたは体調が良くないらしいな。情報が早いな。心配してくれるのか。だったら頼みを聞いてくれ。知り合いに風車の部品の仕入れを頼まれていたんだが、この体調じゃ難しい。代わりにやってくれないか。どうする。彼には世話になった。借りは返すべきだろう。助かる。詳しいことはミルドという女に聞いてくれ。海沿いの廃集落に住んでいる。風車が目印だ。臨時ニュースをお伝えします。ミッドガルでの破壊活動で指名手配中のハン。ブロードの友達、来てくれてありがとう。どうだい、美しいだろう。共和国時代のものだ。シンラとは設計思想から違う。私はこいつをどうしても動かしてみたくてね。それなのにピッチ制御用のギアだけがどうしても手に入らないんだ。というわけで君たちにはギアを手に入れてきてもらいたい。何か質問はあるかな。それじゃ、よろしく頼むよ。お話は伺っていました。共和国時代の情報でしたら、ライブスポットを解析してみてください。クラフトチップが眠る場所や、他にもいろいろとわかるはずです。というわけで、ワールドレポートの調査、よろしくお願いしますね。ライフスポットの解析を進めよう。
クラウドさん、今発見されたクラフトチップがミルドさんが探されている風車のギアのレシピです。あとはレシピ通りの素材を揃えて作るだけですね。もし素材が見つからない場合はライフスポットの解析を進めてみてください。
モンスターのお出ましか。バイオラットの気象種を確認しました。これよりガイドを開始します。バイオラットには悪臭腺があり、強烈な匂いで外敵から身を守りながら着実に数を増やしてきました。気象種はその悪臭腺から毒性の強い分泌液を発しながら集団で襲いかかることで、自分よりずっと大きなエレバランクを倒してしまうそうです。小さな体であらゆる場所へ潜り込むバイオラットの被害は年々増加の一途をたどっています。今後の対策を検討するためにも情報収集を進めていきましょう。あのキノコは
これでお店を開けるっぽ。みんなで集めた名品、珍品をモーグリメダルと交換するっぽ。片付ける。消えろ。仕掛ける。沈め。消えたもんやろ。それ強い者が勝つ。
クラウドさん、周辺に美しい鉱石はありませんか？それらは誘導石と呼ばれ、旅人を召喚獣の祠まで導いてくれるそうです。誘導石は破壊することで導きの光を発します。見つけたらどんどん壊してみてください。誘導石の光を追いかけると、各地で語り継がれている召喚獣の祠が見つかるはずです。その中には召喚獣の知識が結晶化した巨大なクリスタルが眠っています。召喚マテリアを強化するためにも、祠の発見およびクリスタルの解析をお願いします。